みなのものこんにちは、オルタナチャンネルのナイトです。ウィン島田です。大河です。ケイちゃんです。オークンです。ということで、こちらにアからンまでの50音のカードがあります。やったー。いやね、前に対決で50音の食べ物どっちが早く食べれるか対決みたいな、はいはい、それに近いんですけど、うん、このカードの裏にセブンイレブンの商品の名前が書いてます。なるほど。でこれちょっとマネージャーさんに用意してもらったんですけど、はい、これを1枚ずつ順番に引いてって、うん、出た商品のものを食べていく。なるほど。で50音クリアしようっていう。なるほど、はい、じゃあ今度は協力プレイだね。協力プレイ。なるほどなるほど。ただ食べきれなかったらその時点で脱落。あ、その人消えてくる。消えていきます。なるほどね。どうですか。いけそう。他の人に助けてもらうのもなし。まあ、なしがいいんじゃない。もう引いたらもうその人の責任ね。あ、オッケー。その人の責任で食べてくる。オッケーオッケー。じゃあ運の要素も大きいね。そうだね。そうですね。だからまあなんとなく予想してなんかちっちゃいものを引くみたいな。確かに。どでかい弁当引く可能性あるからね。そうですね。っていうところで、はい、順番じゃ決めますか。はい、はい、じゃあまあ内藤から時計回りに行きますか。なんでこう行きますか。はいはい、オッケー。内藤これ、 KK、 奥君、はい。はい、オーケーです。じゃあ早速。うわ、始まるのか。いやー、始まる。もう止まらないよ。じゃあ内藤、いきましょう。スタートお願いします。うわ、始まってしまう。オーくんに大盛りの大を残しておくんで、はい、小盛りの子から入ってくる。何ですか。小盛りの書の子から死か子でいくか。じゃあちなみにこう予想なんかあります。小盛り極小パスタ。いや、そんなに誰が買うんだよ。小盛り極小パスタいきます。出ないよ。いでよ、小盛り極小パスタ、こちらだ。なんだ、こんがりチーズドリア。割としっかりめ。しっかりのやつや。しっかりめ。これ結構でかいやつ。こういうやつだよね。一食分のやつ、ね。そうだ、ちゃんとしたやつだよね。うわ、ああ、ああ、ちゃんとだ。一発目だよそれ。こんがりチーズエビドリア。うわ、ちゃんとした食事やん。いや、これみんなちょっと読み重要だ。確かに。うん、大事。狙ってった方がいい、はい、狙ってった方がいい。じゃあ一周分やっちゃって、うん、みんな食べていきます。オッケーオッケー、はい、でちなみにですけど、くっつきの王はなしでしてます。あ、はい、和音の王ですね。和音ですね。あ、なるほどね。で、運は運の商品ないんで最後につく商品を買ってきます。なるほど、なるほど。オッケーオッケー。じゃあちょっと僕いきますね。はいはい。まあ渋谷ジャパンなんで、おぉ、し、おぉ、なるほど。死か。死だよね、これ。なんですかね、しば漬けみたいな。あー、あー、まあまあまあ、ちょっとね、サラダ系も行きたいな。シーザーサラダ。あー、ありそう、ありそう。いきます。はい、ジベジパン、こちらじゃん、白もしたい焼き。おー、いい、いいサイズ。うまいやつ。ちょうどいいサイズ。セブンにあるね。いいサイズ、いいサイズ。あ、いいよ。あー、いい。よしよしよし、いけるいける。これはいけます。これはいい。じゃあ、ケイケイ。はい、俺ね、よくセブンイレブン利用するんですけど、うん、そこでよく追加するもの。追加する。何を買ったの最初に。ネットショッピングしすぎてカートに追加。間違いない。よく買うものがあって、うん、それ狙っていこうと思います。なるほど。ウです。おお。ウの花っていう商品がありまして、これ健康食品で、はい。セブンに売ってる？ウの花っていうのがあるんですよ。あんの？そうなんですよ。そのウだと梅とか来るんじゃない？梅なんとかとか。確かに。梅だと苦手俺。確かに。そうそうっすよ。リスクがすごい。いいよ、リスク高いよ。ウの花で行かせてください。ウの花見たことない。なんだ？ウの花です。はい。ウインナー。あーあー、でも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 、いいね、いいです。まあまあ、結構俺、結構俺、こちらですね、最高じゃん、はい、ありがとうございます。金のウインナー。じゃあ次、よっくん。いや、僕はもう大盛りペペロンチーノ。なんかありますよね。あるね、あるある。セブンに。じゃあ、おの商品はこちらです。じゃん、オクラのサラダ。うわー、おー、いいじゃん、いい前菜。くそ、読めないね、これ。カロリーがないな。オクラのサラダ。カロリーじゃないです、これは。じゃあ俺もタイガのタ、はい、タ、大丈夫っすか。タ、何、たくさん、大量とか、たくさんのみたいな。じゃあタいきます。はい、タはこちら。なんだ、タコブツ。タコブツ、おー、やっぱね、タコだ。良さそう。いい前菜、いいね、スタートには。じゃあこれちょっと食べていきますか。はい、全然わかんないね、予想したのかね。わかんないですね、ぴったり来ないね。でも俺一個だけわかるのあります。さすがにこれはこれでしょっていう。さっき外してるやん。あれはフェイク。そう、俺がどっち側の、どっち側の。お前がフェイクした。そう、お前は俺がウの花を紹介したい気持ちが強くて。あー、もう外れとは知ってたけど、ウの花って言うんだろう。そう、ウの花を言いたかっただけ。誰も分かってなかったけど。そうですね。さあ、ちょっとチンして出揃いまして、はい、紹介しなかったのがそれが、はい、混ぜて食べるオクラと長芋のネバネバサラダ。ああ、これよく見るね、このシリーズね。ワンカップサラダのやつですね。うん、もうそう。そしてタコブツで、これもよく見る、セブンで。いいサイズ。あー、いいね。じゃあ食べていきますか。はい、いただきます。いただきます。初めてかもしれない、白もちたい焼き。え、マジですか。K
結構ね有名有名有名、それ一番うまいっすよね。うまいうまい、めっちゃうまい、一番うまいよ、絶対好きですよ、渋ジャムさん。うまいね。ごまんえついいね。じゃあちょっとドリアも熱々の、いただきます。うまそう、食いて、うまっ、うわーいいなー、いいなー、食いたい。意外とさ、ドリアって食べなくない？食べない、食べない。コンビニだとやっぱ弁当とかスパゲリとか言っちゃうけどさ、ドリアスパゲリって言ってネイティブなんかやねん、マスターとか。スパゲリ、俺が一応ヨーロッパ行ってたんですよ。バカンスね。いやー、ボーノだわ。うわー、似てんな、完全に似てんな。タコ物、あ、うまい、うまいよね、これタコのお刺身みたいな感じですね。うん、ケーキ、ウインナー、ウインナー、あ、おいしそう、わー、ジューシー、うまっ。やっぱ金のシリーズってマジでうまいっすよね。うまい。で、金のシリーズが木じゃなくて、うん、ウで来てるから他にもあるかもしれないですね。あー、そうだね、確かに。ありがたい。じゃあ、オクラいただきます。一瞬やわ。飲み物、飲み物でしょ、オクラは。初めて聞いたけど、オクラは飲み物。健康的なデブ。健康的なデブ。はい、たい焼き完食です。タコってタンパク質えぐいね。そう、脂質なくて、だ超健康にもいいし、体にいいんだ。食感もあるから満腹中枢刺激されそうですね。あ、そう、結構ね、噛むのもね。あ、じゃあまずいね、兄ちゃん。やばいかもしれん。まだね、まだね。開始前ちょっと俺やばいかなと思ってたんですよ。確かに、ここで言ってたね。昨日のうどんがなんか残ってて、ちょっと。東海で来いよ。いいなぁ。消化にいいで話題。ウインナー完食でーす。わーい、奥君ももう完食してますね。そうですね。あ、もうバレるな。宣言なく。いや、もう当たり前じゃないです。こんなにいちいち完食なんて言わないですよ。なんか完食じゃない。完食。いや、もうほんと静かにごちそうさましました。これ大声で言っていい、これ。大声で言いたい。後半中の。ちゃんと。もしこうやったら、ちょっといろんなコンビニとか、いろんな店舗。早いな、言うの。こうやった。一瞬でもじゃあみんなをちょっとお願いします。お願いします。お願いします。まず1枚行ったら、他の店舗。全コンビニ制覇していくんで、どうでも全員脱落したら、今のうちに言っとけば大丈夫なんですよ、先に。ごちそうさまでーす。しっかりごちそうさま。めっちゃ大声で言った。ごちそうさまです、本当に。2巡目いきますか。はい。じゃあまた内藤から。オッケー。あれか、セブンの7チキとか。あー、おー、多分そこら辺って他にあんまないから。ないっすね。じゃあな、七チキで。ナイトの7でもありますね。おお、もうじゃあトリプルかかってるやつで当てちゃっていいですか。おお、はい、全然見つけられないじゃん。こちらです、じゃじゃん。え、七チキ。おお、かっこいい。七チキかっこいい。言えた、今日持ってる日ですわ。やったわ。しかも七チキだったら食べやすい。じゃあ渋谷ジャパンのフーいきます、僕は。あ、順番に、順番に。フーなんだろう、フー、ふわふわ。ああ、甘い系の。じゃあ甘い系か。いきます。はい、はい、こちら。あ、ふんわり三中。なにこれ、三中、サラダ系ってこと。ふんわり三中。ふんわり三中、え、葉っぱですよね、三中。ふんわりなんかね、サラダ系ってこと。デザートかと思った。ふんわり三中かい。じゃあ KK やられました。俺、内藤さんに取られました。さっき言いましたよね、俺。それだけは必ずなって。後出しじゃないそれ。マジでマジでと関係。マジで。ちょっとちゃんと当てましょうよ、もう一回。他のもう一個ね、木ですね、ここは。お、木だからまだね、奥も言いましたけど、金の系が出てないんで、こちら木で、金の。さっき違う、違うっていう話したよ。金のウインナーがウだったんだから、他の金のハンバーグが木から始まったらなんかずるいじゃん。あ、そういうお話をされた。そういうお話をしてました。そうそうそう、そういうお話。まあ一回でも引いてみよう。確かにあるかもしれないから。ですよね、法則が崩れる可能性あるから。じゃあ木が結局なくって、最後じゃあ苦し紛れの木ですよ。あるある。お前のその読みがあっとったら、もうこっちみんな土下座です。いや、そうや、ほんと、みんな画面外に出てきてください。ほんとに、ほんとに。いきます。はい、金のちょうだい。何、紀州南高梅。あー、やばい。あー、めっちゃ苦手なやつやん。うわ、真逆。しかも結構量あると思うよ。うわー、
やばよだれ地獄じゃこりゃ一番ダメなやつ来たじゃん。一番ダメだね。相性悪いな。あーちょっと怖いな。くんどうぞありがとう。じゃあどうしようかな。ケイくんのために酸っぱいの先取っとこうかな。みとかじゃん。みかんのみ。みかんは酸っぱくないでしょ。そうなんだ。まあじゃあレモンだから。レはでもレモンになっちゃうかな。じゃあレいきましょうか。オッケー。ありがとうくん。レはこちらです。じゃん。レモン塩だれ弁当。おお、めっちゃいいじゃん。レモンだし、でかいし。うん、ありがたい、ありがたい、ありがたい。カロリー。じゃあタイガ。はい。うわ、どうしよう、何がいいですかね。タイガさんも辛いのがいいんですか。やっぱいや、全然そんなわけじゃない。ちっちゃいのがいい。小さいのだとなんだろうね。じゃあ内藤選べば、タイガの。あ、ぜひ。なんで、みんな当ててますからね。当ててる。あ、なるほどね。お願いします。一番ちっちゃい、小さいのでお願いします。これです。2です。ありがとうございます。あ、確かに2であんま大きいもの。2はもうほんとこんなん。どんなんですか。これそれ何だ。これ肉片は肉片。何かわかんないけど大きさは絶対これ何かわかんないけど絶対この大きさ。2何でしょう。乳酸菌ショコラ。乳酸菌ショコラ。お菓子。あ、お菓子。お菓子。チョコ。ただあれ箱だよね。そう、一つで考えた。あ、確かに。ただそれぐらいじゃん。放送。個包装だったら。確かにそれぐらいです。当たってます。当たってるわ。じゃあちょっと準備しますか。はい。さあ準備しまして。はい。内藤が。はい。こちら七チキです。一枚。七チキいいよね。で、俺もまあふんわり産地のやみつきチョレギサラダ。いいですね。これなんだ。そして喜んでた。お、危なかった。おにぎりの方セーフだよ。そういうことね。そう、おにぎりの紀州南高梅。南高梅。そして僕がレモン風味のこれか。うまいんだよね。肉丼みたいなやつ。これ超うまそう。これ最高だよな。そしてタイガが、やばいかもしれません。乳酸菌ショコラ。出ました。占い通り。占い通り。何個入りそれ。これちょっと開けてみる。グラムでしか書いてないんですけど、ちょっと開けてみますね。あー、ちょっときついか。ちょっと結構あれよ。チョコ苦手だよね。やっぱ量食うのが12。こういうお菓子系って一番きついですよ、実は。確かに。ただ任せてって言ってるよ。これです。本当にこれです。こっちを占っちゃったから。ちょっとギュッとしてるじゃん。本当にこれでした。もっとちっちゃかったね。じゃあちょっといきますか。はーい。いただきます。いただきます。レモンダレのお肉めちゃくちゃ美味しい。これ名作だよね、本当に。いや、もうこういう系最高っすよね。うまい。誰かに変わってありますよね。あるある。ちょっとずつ変わりながら。そうそう。どっか7つきは7つきやっぱ美味しいね。45だっけ。うん。だから7品じゃねえや。9品。ないとこでも2だから。ないともこれ2いってるから。これで2だよ、今。どう、お腹は。いや、このペースいったら間違いなく無理。この量でいったら4倍以上ありますね。おにぎり完食しました。おー、いった。レモンダレ弁当、早く。おー、いった。早い。いや、タイガさんしんどいな。ちょっとかわいそうだな。マジでバレンタインかと思うわ。内藤さんも一口めちゃくちゃちっちゃくなってますね。え、苦しそうなんですけど。今日覚醒エビじゃないな。いや、でもこれから酢取っといてください。見えてるんですか。見えてます。酢なんですか。ストロングゼロ。あ、おお、ターボかかりますか。お酒飲めば回復するんで。そうなんですよ。ちょっと酢はもう緊急事態の時に行きます。串カツ田中も10位ぐらい入ってたね。あ、90位。はい、すごい良かったな。田中ゲームとかめちゃくちゃ面白かったですね。盛り上がったね。やっぱね、画面のこっちで見るじゃん。まだおる、まだおる。なんで出んのんやっていうクイズ番組見てるときに。だからコメントはね、みんな書いてたもんね。完食です。はい、完食でーす。はーい。あ、遊戯ゲームやる。あ、やりたい。やりたいっすね。あから順番に有名人の名前を言ってくる。なるほど。あいうえおで。あ、いいね。あいうえおゲーム。よいしょー。内藤からあからこう順番に。あ、いいだよね。あいうえおで。そしていきます。はい。あいうえおゲーム。イエーイ。せーの。あいこ。井上和歌。上田晋也。うんうん。江口徹。江口徹。江口洋介。江口洋介。弱っ。弱っ。分かってんのに準備してないっていうね。一周ぐらい準備できるでしょ。じゃあもう一回ナイトからやる。で、ナイトも好きなひらがなから。あ、なるほどね。その後。じゃあいきます。はい。せーの。上田晋也。
無理無理これもいきなり言わんのは無理だ。じゃあやっぱ赤ら、赤らやろ。オッケー。別に深夜以外出なかったんすか俺言ったやつ言ったっけ。サブリミナル飲まれてたんすか。じゃあ奥くんからあ、そうだね、間違えた。オッケーオッケー。あ、あからか。はいはい、じゃあ行きます。浴びるゆう野上まあ上田信也頭2時50分奥田民生。おー、金本監督木本さん。おー、企業企業。あ、熊谷市長待って、何だ。千葉です。千葉のこんな感じなんですか。ちょこちょこやりましょう。やりましょう。そしてラスト1個です。いえ、河野くん、よっしゃー、素晴らしい。いやこれきついよ。まだ2巡目だもんな。じゃあ3巡目よーし、いきます。スーがどこだ。早っ早っ。いやこれはちょっとまだです。タイガに選んでもらえば。あー、じゃあ交換で。交換で、はい、じゃあタイガってお願いします。どれぐらいがいいですか。サイズ感で俺見れるんで、型でこれで見てる時ってそれの多くなるんですよ。 そう、これ顕微鏡で見てるやつの。それの集合体が来るんですよ。引いて広角で見ると弁当な感じ。でも内藤第一ですよね。はい、あですね。あ、50音順頭一番トップバッター、先頭切っていきましょうということで。いきますよ。もうこれね、見えたの。これね、見えました。これです。いきます。はい、見えた。あ、これだ。 R1 乳酸菌見てた。乳酸菌動いてた。動いてた。見えました。見えないだろ。一番小さい。じゃあ僕は次。いや、絶対つかないです。僕、やいきます。や渋谷のや。あ、なるほど。順番と思ってるんで。やいきます。はい、や、焼きチョコシュー。おー、デザートこれぐらいの。うん、多分シュークリームか。けいけい、もう見えてるもんね。また新しい見えてます。ミスバーけミスバーけ。おー、いいよ。けいけいのけい、けむし。あ、げんこつ。あ、げんこつ。あ、お肉のげんこつ。お肉のか、せんべい。軟骨的な。あー、なんだろうね。げんこつって、豚の骨。豆乳のスープとか作るやつ。えー、じゃあ、オッケー。はい、ちょっと、コラで、すっきりしたもん行きたくて。ナイトチョイスやる。一回いいっすか。じゃあ、ちょっと、何がいいっすか。すっきりしたもの。すっきりしたもの。さっき、弁当食ってるもんね。そうなんだ。なるほど、飲み物系。あー、飲み物いいっすね。多いお茶。はい。ほう。おはもう、僕がね。じゃあ好きな飲み物なんですか。カルピスとか。ああ、カルピスね。わかりました。メロンソーダとかね。ああ、なるほどね。決まりました。はい、ヘです。なんでなんでだよ。ヘなんか一個も思いつかないよ。ペパリーゼです。おー、ペパリーゼでスッキリしてください。それはだからストゼロとセットじゃないですか。じゃあヘ、はい、いきます。はい、せーの、ドン。ヘルシア。おすごい。当たった。占い。占い当たった。すげえ。びっくりした。超嬉しそう。いや、今日来てるわ。じゃあちょっとこの勢いでこれ託していいかもしれない。いや、託してほしい。ぜひ。何系がいいですか。やっぱチョコいったんで、お菓子以外。甘くないもの。食べ物系。食べ物系。しょっぱいもの。じゃあちょっとヌでお願いします。おぉ。おぉ。ちなみに何でしょう。何でヌ？ヌーベの六感。これはひどい。これはひどい。ぬはこちら。はい、なんでしょう。ぬか漬け。ぬか漬け。めっちゃいいじゃん。いいじゃん。しょっぱい。でもまあまあまあ、乳酸菌すごい取るじゃん。いいじゃん。確かに。発酵食品が多い。じゃあ準備しますか。はい。さあ、マネージャーさんから受け取りまして、はい、内藤が R1 です。いいですね。で、僕のめっちゃいい焼きチョコ。一番いいじゃないですか。美味しそう。で、げんこつ米菓子です。ああ、でも好きだよね。好きです、好きです。へが、ヘルシア。ヘルシア。これ、これ CM 来てほしいね、おっくんね、ヘルシア。確かに、だから僕今ビフォーの状態が出来上がってるんで、アフター撮りましょう、一緒に。ヘルシアで。そして、ぬか漬け。ああ、まあ、キリ。まあ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 。いただきます。いただきます。うん、うまい。うまい。うん、げんこつ結構噛むな。これ結構硬いから。これやばいよ。量も結構入ってるしね。入ってます。これもサクサクで美味しいです。雰囲気うまいよね。うんうん。いやー、やるわん肝心。うん、あ、まだギリギリ会員通り。そうそう、完食と会員どっちでいいかと思って。焼きチョコシューも完食です。いったー。はい、ヘルシアも飲みました。あ、いったー。トクオしてる。お、出た。 CM CM 狙ってる。トクオの出方で狙ってる。いや、そっち一番最後に僕が出てくるんですよ。トクオのシルエット。そう、マークを最後です。うぃー、いったー。
ラスト1個。あー、いった。おー、いった。いっと全クリア。じゃあちょっと次もう運で。確かに見ないでこうバンって手を。オッケー。内藤さんも目つぶっちゃった。オッケー。はい、どうぞ。じゃあもういきますよ、はい、適当に。これ。おお、はい。じゃあ行きます。はい、せーの。よいしょ。ラムネ。おお。はい。量によりますよ。でもこれもおかしいですから。いや、ラムネ結構きついよ。マジで。まあでもあれ。大きいことないんじゃないですか。ね、これぐらいのなんか駄菓子感が。あ、あれか。でもあれだとちょっと確かにちょっと。いや、一気に食うと結構ラムネ結構ちゃうから。そうなんだ。そうなんだ。じゃあ次渋谷。はい。はい。行きます。はい。これだ。おお。はい。火。はい。引き割りだった。おお。なるほど。量だ。いや、3パックだったらきついですよ。さっきのパターンだと、おにぎりのパターン。よし、ガッケー。確かに、あれ最高だ。ちょっと遅い中で。あらあらあら。さあ、ケイ君。はい、混ぜまーす。はい、いいですよ。食べやすいの欲しい。デザートとかいいもん、いいよ。どうぞ。はい、選んでください。あえての奥。なにこれ、奥巻いちゃった。ちょっとじゃあ、それオープンしてみようか。はい、せーの。け、げんこつやないかい。強いよ、ツッコミ。ちょっと強かった。ちょっと強いよ。ちょっと強かったな。自分が痛いぐらいじゃないか。ガンつって今、いなかった。痛ってね。はい、はい、じゃあもう一回。あえての奥。なるほど。これです。おい。おー、リリ。はい。緑黄色野菜とキーマカレーサンド。おお、さあ、結構しっかり。サンドイッチかな。サンドイッチで、あ、こんなんあるんですね。でも緑黄色野菜助かる。それ助かるですね。食べやすい。二人ともかな。確かに。出る方も答える方も。二人とも怪しかったもんな。じゃあ、そうですね。僕行きますね。はい、オッケー。でかいの言ってほしいな。これだ。はい。手。手。今せーの、ドン。ディアマンクッキー。あー、結構きつそうだな。クッキーきついか。きつい。箱ゲーかな、これ。箱ゲーやばい。このやつ。うわー、ありえますね。ありえるきつい。じゃあ、最後、はい、目つぶってます。これ大事ですよ、タイガさん。いや、そうっすよ。ここ大事ね。タイガもうギブの可能性ありますよ。楽しい、繋がないとここはちょっと軽いの引いてもらわないとね。はい。はい、いきます。はい、これだ。どうだ。もう、もう、もう何か来い。もうこさん弁中本。うわあ、きつい。やっばー、やっばー。あー、やばい。でも唯一辛いの得意なんですよ。まあ確かに。オルタナで言ったら、まあラーメンでしょうね、おそらく。そうだね、得意ですもんね。一肌脱ぎます。じゃあちょっと準備しますか。はい、はい、ということで私はこちらラムネですね。あー、大変だこれ。これは確かに結構量入ってるわ。これラッキーです。引き割り納豆巻き。うまそう。めちゃくちゃいい。超引きいいですね。うん、引き割りだけに。おー、ラッキー。引き割りかと思ったら引き割り。強いな。字が多い。はい、ということで俺は緑黄色野菜とキーマカレーサンドです。でかいな、これもう詰まってるね。はい、奥くんが。私はこちら、ディアマンクッキーでございます。うわー、きついかもしんないよ、これちょっと開けてみると。あー、まあ、いいよ。ちっちゃい、まあまあ、思ったよりいいじゃん。さあ、問題児。中本。うわー。いや、まあ、これ食えのタイガだけな可能性。そうですね、逆に。確かに。お願いします。行ってきます。すごい、もう中までめちゃめちゃぎっしり。ほんとだ、しっかり詰まってます。どうすか、ラムネは。やばいわ、めっちゃ甘いから本当にね、喉奥がね、痒くなるぐらい。いや、まあめっちゃバター効いてる系、超美味しいっす。中本さんは。いや、非常にこれは厳しい戦いになりそうですね。いや、まあ完食。おー、いった。引き割りも完食してます。うわー、やーべー、ラムネがこれこんな鬼門だと思わなかった。ちょっと裏技使います。おー、ラムネ水にします。おー、大量に入れて溶かします。味をこれで薄めます。お、いいねー。ちっちゃくなった。うん、うん。お、いい。うん、めっちゃ薄くなる。カイがもうひたすら食べていってます。すすってるねー。かっこいい男じゃない。緑黄色サンドラストです。わあ、いいねー。美味しかったです。ラムネってゲーマーさんの間で流行ってるらしくて。うん、チョコレートとかだったじゃないですか、脳にこう刺そうみたいな。最近ラムネがいるらしいですよ。簡単に食べられて、そのぐらい糖分がちゃんと入ってるから。なるほどね。ああ、第2弾作ってる。いい作戦なんすか、それ本当に。まあ、多少これ小さくね、なるから。これもゲーマーさんの間で流行ってて、エーペックスの間とかにもいい。両手塞がるじゃないですか、そっち。一番打たれる。こんなことやったら。はい、うわ、やばい。すごい、いくね。完食しました。素晴らしい。バチ
すごい汗だくです。さあ残るは内藤のラムネで、いや相当きつそうっすねこれは。ちょっとね舐めてたわ。やばい、もう大河さんがタオル、うわー脱いだ、うわきたー、人肌脱いだ、本当に人肌も人肌も脱ぎますよ。黄色信号ですから黄色信号だ危ない、あと脱いだ赤いタンクトップで脱落ありがとうこれでも本当にギブ出るぞそろそろ。いやそうですよ、下手したらあれ、いや俺は本当にここで抜けるような球じゃない。よっしゃそうっすよ、いけ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 、おーっ何食ってるんだよめっちゃ残ってるめっちゃ残ってる実力で残ってください内藤さんかしこまり行くぜ、うわー行った、おー行った、カスも全部食べに行く、ま食べに行く、あーやったー、やったー、内藤さんいった、いやよかった、よし次行きますか、はい、じゃあ隣が選ぶか、あーいいですね、なるほどね、俺は内藤の選びます、頼む、何食べたい、ちなみに飲み物とか、飲み物こんだけ飲んでラムネ水まだね、ちょっと流したりない、しょっぱいの飲み物、いやここで行きましょう、え酢、お確かに酢、内藤曰くストゼロ、もうここで出しておきましょう、確かに、うん、酢はこちら、はい、あいいじゃん、スナギモスモーク、おーしょっぱい系、しょっぱい系ですね、スモーク、ちょうどいい、うん、じゃあ KK が俺の、はい、ご注文は肉系食べたいかな、あ肉ですか、うん、かしこまりましたら、あ、わかった、お、歯ってまだ持ってます、あります、ある、これ金のハンバーグじゃないですか、あーおーそれじゃん、お願いします、はい、金のハンバーグです、ハムカツサンド、おお、あーよかった、お肉一応一応お肉いいね狙い通り、イヤピン、よしよしよし、じゃあ次 KK さんは何がよろしいでしょうか、そうですね、デザート、おお、デザートまあなんか、うん、ほろ苦とか、あーいいね、あーいいね、確かに俺甘すぎるのほどけるとか、なんかそういうのよく使うじゃないですか、ほ、はい、はい、せーの、ドン、ほうれん草ごまえ、おお、一応いいじゃん、食べやすい、健康的、俺にとっちゃデザートです、あのワンカップのやつかもしれない、そうですね、じゃあ僕、はい、じゃあ僕魚系がいいですね、魚、魚、じゃあ、さですね、魚で、さです、魚って書いてるのもあるけど、魚、サバの味噌に、魚よ、魚、ストレートの、すげえ、今のところ全部結構いい、あ、いいね、いいですね、いいですね、さあ、ご注文は少ないもので、少ないもの、はい、もしくはまあちょっと甘いデザート、ちっちゃいものみたいな、なるほどね、ちょっと甘い系いかせます、この子には、ねです、お、ね、何です想定はねです想定何想定、この子にはちょっと旅させます、うわ甘いもので食べさせます、画面外に練りなんとか、ね、もうそうですね、ガサすやん、画面外画面外行かないとね旅に出てもらいますお願いします、ネギトロたくあん、あーまた漬物、まあ巻物、まあまあ、多分巻物じゃないですか、あ巻物か、サイズ次第、そう確かに確かに、トロタクってことか、トロタク、あーあー、美味しそう、じゃあちょっと準備、はい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 、こちらコリコリ食感の砂肝スモーク、いいですね、うまそうですね、でハムカツ卵サンド、おお、うまそうです、ほうれん草のごまえです、うん、はい、これサバの味噌に、美味しそう、美味しそう、そしてネギトロタクあん、おお、いいですね、あそんなのあるんだ、これいいですね、ネギタケ思ったよりちっちゃくて、いやこれちょっと全クリアいけそうだね、いけそうっすね、そうですね、いただきます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 、うん、うまっ、うん、食べやすい、うまっ、さっぱりして、うまい、うまい、神回ですね、今回はね、復帰が本当に良かったね、ラスト1個です、はい、ほよはよ、はい、あらら、すごい、クリア、1枚、うん、これはもう楽でした、おお、まだまだいけそう、うん、これで半分超えましたね、お、うん、お、はい、サバの味噌に完食、おー、いたー、はい、行きました、つなぎまーす、よっしゃ、おこれは全員切れ、ちょっとあゆえおゲームやっていいですか、ああ、はい、やりましょう、ちなみに完食、完食です、よし、完食しました、あゆえおゲームで、はい、まあ、さっき有名人やったんで、はい、もう無名人、無名人、誰も知らない人、ああ、いたらダメだ、ね、おぎやぎさんとかがたまにやってるゲーム、うん、ー空想上の YouTube、 なるほどね、うわ、むずいな、面白いですね、面白い、これ内藤からいきます、瞬発で出します、はい、はい、あから、はい、せーの、アルカリ酸性体の剣道です、おー面白い、あいいですね、イタリアンドレッシングのキーマですキーマダーマみたいな、うさぎチャンネルのキマです
小学生ぐらいのエグイサルズのエグザイルみたいな、モンキー石井です。エグザイル、エグザイル、オッケーチャンネルのケンです。シンプル。もう一周だけやる。もう一周いきましょう。じゃあ次刺していこう。あーなるほどね、オッケー。母ちゃん大切にのエネルギーです。全然イメージ違ったな。火か。まあ、なんでもいい、ひらがな。あーなるほどね。じゃあ火。火、ヒエラルキー一番の悪いな。ヒエラルキー一番なんだろう。ジョージです。ララッコ探検隊のみっちゃんです。みっちゃん、あーいそういそう。リリリンゴゴリララッパのしりとりだ。パンツ向井です。パンツ向井、芸人みたいなね。あマーシャル団のいそう、いそう、ソッピーです。グループチャンネルでいそうだな。もう一周だけルール追加で、これもうラストで、うん、挨拶いきましょう。あーむずい。挨拶しながら、挨拶しながらむずで、内藤から指さして、むずいな。面白いな。じゃあ俺から内藤に、あー、OK、 近からスタート。そそいやさ、てるみです。あーいい、すごい、いいですね。そう、挨拶がチャンネル名と名前でみたいな、はい、YouTuber で。じゃあつ、ついに来たこの時が。どうも夜明けの石井です。毎回明けるんだ。毎回明ける。ゆ、ゆ、夢の中からこんにちは、サトシです。ミクレでした、ミクレ。サトシと夢はないな、なんか。ほほ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 、ホットペーパーズ。俺たち、たくま。何回も買いますね。何回も買いますね。たくま、なんとかなんとかなんとか。み、みんな大好き、チッチッチーのさやかです。女性だった。女性グループだった。あー出るもんですね。出るもんですね。いや、お腹減った。あー私のお腹減ったわ。じゃあ、内藤からまた次の歌います。 OK、 6周目。うわー、もう行くよ。もう分かんないから。あ、もう目の前だったら、まで行きます。ま、はい、ま、豆が低く。あ、まあ、まあ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 、いいでしょう、いいでしょう。チいっちゃっていいですか。いいですよ、はい、チキンだと思うんですよ。うん、なるほどね。チいきます、はい、チチキンケバブ。おお、きつい。結構重そう。意外と重そう。俺が先に運を消してやるよ。うわー、うーん、君だけのプリン。何それ。あ、プリンなの。あー、プリンの。やった、デザート欲しかった。あ、いいかも、いいかも。プリン、当たり当たり。プリン、君だけのプリン。さあ、オッケン、オッケン。だいぶ少なくなってきた。じゃあ、令和層の和いきます。はい、せーの、ドン。和風ツナマヨネーズ。あー、おにぎり、おにぎりだ。あー、いいね、いいね。はい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 、いい、いい。さあ、食べがっていい。お願いしますか、先生。いいですか。お願いします。じゃあ、絶対安全なのいきます。はい、甘めで。甘め、はい、可愛らしい色。ロー、ね、ロールケーキとか。あー、ありえる。あー、あるね。ロは、こちら6種具材のひじきに。おー、まあ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 、まあ、甘く、過酷だけど、ね、甘くはね。でも、食いやすそう。渋っ。ちょっと準備しましょうか。はい、はい、ということで、豆だくん。はい、おー、ケバブ、なんか楽そうでした。あ、ほんとに肉だけみたいな。そして君だけのプリン、はい、これ卵黄と豆乳で作られてるみたいですよ。いいですね。いいね、美味しそう。はい、和風ツナマヨネーズ。あー、これはもう、よくあるやつ。そうだ、はい、そして六種のひじ。渋いよ。よし、よし、行きます。行きます。いただきます。ちょっと見えてきましたね、うん、見えてきた。いや、ここもね、全員行ってくれると思う。いそうですね、うん、いただきま。お、わ、出た新逆。ちょっとみんなでなんか突っ込んでくる。いただきま。一斉に。す、すはどこ行ったーで、みんな、そうそう。なるほど。あ、一斉にみんなで、団体みんなで、なるほど。いただきま。すはどこだー。あ、あった。おー、あ、うん、いいよね。ぜひ、切り抜いてください。新しいのができた。ということで、お、和風ツナマヨネーズ、完食。はい、すはどこだー。気持ちいい、これ。気持ちいい。全部これでいけるね。いけた、いけた。あ、これ君だけのプリン、美味しい。いいわ。どこだ。むずい、むずい。
しまうの。美味しいもん、何だってるから。そうとかの可能性もあるし、いろんな美味しいの作りがあるから。ひじき完食しました。おー、すごい。あらー、ずっとね、やべえ。声を大にして言おう。やべえと。もっとかっこいいセリフ入ってくださいよ、声を大にして。君だけのプリン完食でーす。うわー、いってね。手羽も完食でーす。早いな。はい、じゃあ最後いきまーす。あー、おっしゃー、おっしゃー、すごい、素晴らしい、すごい、全員残ってる、あと3周絶望ですね、あと15ですね、ちょっと場所変わったんでまた隣の人を選ぶやつします。おい、はい、じゃあ俺経験の、うわ、最悪だ、なんでだよ、あれか、何系がいいですか。そうですね、お菓子以外ですかね。おぉ、早かったです、早いです。でも確かにお菓子そうなさそうですね、そばとか、あ、いいね、あー、そばですかね。じゃあ、いきます、こちら泣かされた綺麗な振り落ちだな、すげえこれ面白いこれ、そう気づいてない、結局。ええ、なんすか、ん、見ました、何をすか、な、こっちが、そう、そう、何、いやいや、だから絶対お菓子はないでしょ、おかずのオチだったけど、そう、結局アイスじゃないですか、アイス、甘いものっていう、甘いものっていう、だからケイ君の正しい反応は悲しむです。うん、タオル投げた方がいい、もうやばいやばいやばい、あー、ガン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 。じゃあケイ君、俺の選んでもらっていいですか。何系がいいですか。チョコ、米、あ、米ですか。そばとかどうですか。あ、そば食いたい。あ、じゃあこれですね、とですね、とろろそば。あー、マジでありえるじゃん。はい、あ、トントロ焼き。あー、またちょっと似てんな、味濃いやつ。あー、すいません、うわ、こんなやつだ、トントロ焼きって。トントロ焼き、同じ、ああいうパッケージの。じゃあ、俺はタイガの。はい、お願いします。じゃあちょっと俺、目つぶって引いていい。はい、じゃあちょっと混ぜてもらって。はい、まあ、ちょっと甘い、そのデザートみたいな方が嬉しいですね。じゃあ、タイガプリンとかぐらいの。タイガこれ操作して、クレーンゲーム。わかりました、ボタン押します。はい、めっちゃ変な動きする。ブレてるブレてる。で、こうします。はい。お、うわー、癖あるな、癖あるわ、せーの、ル、うわー、ルってなんだ、ルってなんだ、いいですか、ルいきます、はい、これやばい、せーの、ルマンド、あー、やっば、そう、ルってこれしかないんだよ、確か、確かに、過去も前の時もなんか、やばいね、クソゲー、やるおくんも、じゃあ、タイガさん、あ、俺の俺のクソゲー、やるクソゲー、タイガさんはなんかクレーンゲームじゃないやつがいいのかな。じゃあずっと回っててください、このこんな、こんな感じで、タイミングゲーで、光が光るやつ、奥狙うのは、狙うのは、じゃあちょっと僕もおかず系が良くて、エビの絵、エビの絵ね、はい、ここにある、はい、言います、はい、光るやつで、そうで、あれですよね、ボタン押した後もちょっと余力があるやつあるかもしれないし、わからん、ピンの可能性もある、なるほど、じゃあ行きます、ルーレットスタート、でででで、あー、でもまあ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 、いい、はいはいはい、でも狙えるよ、狙える、はい、あ、で、あ、あ、遠いけど、一周回る、こういうやつ、一周はさすがに余力が、あー、手が近づいてる、いけるよ、あー、いけ、いけ、あー、止まるか、あー、出たー、戻るなんだ、えーです、せーの、じゃん、エビチリソース、はい、おー、あー、エビじゃん、エビではある、エビチリ、エビチリ、じゃあ内藤さん、はい、じゃあ何できますか、どうしようか、射的は撃って、うん、奥がこれ弾やる、あー、確かに、もう子供楽しみだよ、なんかじゃあ狙うわ、か、これですね、うん、いやでも結構かが一番むずいとされてますから、ね、一番遠いと、一番遠いですね、遠いですね、じゃあいきます、引き割れ、はい、せーの、うわぁ、ちょっと内藤さん、内藤さん、内藤さん、で、まっすぐ狙って狙うとも違う、すげえだな、すげえ、はい、無で、無で、無、無はこちら、蒸し焼きスフレ、おぉ、あぁ、出た時、いいっすね、いいなぁ、じゃあ行きますか、はい、やばい、やばい、ごめんね、ケン君、はい、これがこちらですね、蒸し焼きスフレ、これうまそう、トントロ焼き、いや、めっちゃ美味しそう、めっちゃうまそう、これがそうですね、そう、量多いんすよ、量多い、そう、体冷える、そして、ルマンド、うわば、スーパーサイズじゃん、そのパターンや、これやばいね、9本入りです、うわうわ、まあちょっとじゃあこれ内藤ルーレットやって、うん、タイガが予想した文字出たら、うん、これ1人1本ずつ
あげられるっていう。ああ、いいですね。ああ、いいですね。4つ減らせるみたいな。なるほどね。まあ、当たるか分かんないんだけど。まあ、そうだね。もう今やっちゃうか。そうそうそう。マオクの紹介してからじゃあ。はい、はい。僕は金のやつのシリーズでした。エビチリ。おいしそう。ああ、いいね。クですね。まあ、ク配る。ああ、なるほどね。クが引かれたらみんなで配って、はい、次のステージに行けると。そうだね。いきます。はい。スタート。ディ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 リアルだった。正反対のミでした。しかも裏見てる。ミートボール。あ、見ちゃダメじゃん。ナイトさん次ミートボール食ってください。じゃあ次ナイトミートボール。しそだ。はい、食べてください。本気で俺を脱落させて。甘い世界じゃないんだよ。多いな。やばい、俺もワンチョンやばい。うわ、そう、ケツ9本きついね。1本がもう5本分ぐらいあるんで実質40。あ、でかいのか。うん、結構でかい。あ、なるほどね。うわ、奥のそこまで行くんですね。10秒チャンスだこれ。完食いったー。ありがとうございます。いや、完食です。トントロよっしゃ。おー、トントロ完食。タイガやっとく。奥くん射的やりたいですね。これで俺が寝るとこにやったらみんなに配れるってやつですね。そうだね。じゃあ何狙いますか。いいですね。手前だ。手前を狙いやすいとかやっぱいい。まあでも手前すぎるのもね、まだむずいっすけどね。力まで狙いけますか。上から狙うんだ。あ、なるほどね。こうますね。いきます。はい。うわぁ。あぁ、何やこれ。痛い。あぁ、力強くいったな。あぁ、何やこれ。痛い、痛いの。いい。正解。あ、正解出た。あ、出たの。あ、出た。僕二人です。前列、先輩だけ並べないと。殴りいけないんだよ。なんで自分行っちゃったのね。今のはどうなんですか。一本食べますよ。じゃあ、一本ね。プロタクス、ルーレットで。ありがとう。さあ、これで全クリには近づいた。あと何本。俺今9の2なんですよ。まあでもまだゲームは残ってる。じゃあ渋谷ルーレットいきます。うわ、はい、渋ルーレット。この3文字選んでください。で、3文字がここにルーレットで揃ったら、文字になったらです。そう。ああ、そういうことね。なるほどね。揃ったら3文字の言葉をつければいいんです。言葉。わ、まさか世界。世界。世界ルーレット。世界ルーレット。じゃあこれで渋谷ルーレットいきますよ。じゃあ、あー、書いてる書いてる。目押しってことですよね。目押し。はい。さあ、セミになってしまうのか、世界になるのか。うわー、あるよ、こういう。はい。世界。世界まで来た。さあ、最後。グチャン。さあ、さあ、いいか、いいか。当てちゃって。さあ。うん。あー、出た。早かったか。いや、でも。エースで、エースで、エースで、うわー、うわー、どうした、どうした。あー、セカミー、セカミーでした。セカミー、セカミー、セカミー、セカミーか。セカミーです。残念。まだセカまで揃ったんで、ちょっと1本。あ、なるほどね。ありがとうございます。あ、じゃあ俺一つも大チャンスゲーム。どう？もうガチ、これ本当にガチだ。ガチ。もしタイが勝ったら5本。ナイトさんが？それぐらい確率低い。はい。あ、はい。どういうものかっていうと、まあさっきと似てんだけど、目をつぶって1枚ずつ引いていきます。で、3文字で言葉が成立したらクリア。うわあ、これめっちゃむずい。まあ順番は変えてもいいことにしますか？それは怖い。それは怖い。じゃあ1個だけ変える。でももうこの中でなかなかね、文字になるものないですからね。そうなんよ。だからストレートでやったらもう大勝ち。オッケー。よし、ラスベガス。ここはそうです。はい、じゃあ目つぶって、まず一つ目取ってください。さあ、一つ目の文字は、はい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 、はい、こちらですね。そのままもう二文字目も、はい、二文字目が、おお、はい、おお、そして最後の一枚が、よ、おおおお、ちょっと待って、これやばい、やば、やば、いつか見て。はい、それではどうぞ。目のいい。皆さん、
目の一手なんすか。目の知らん。はい、目の一手なんすか。魚の一手。いそうだけど。いそうだけど。いそうだなー。目の一手。いそうだけど。一回調べていいですか。確かに。確かにやっぱ。あーやばい。何かしら。確かに。目の色を変える、目つきを変える、怒りへ驚き、何かに熱中する様子。本当に？目のい。うわ本当だ。あ違うんです。あ目の色を変えるの。やぶね。あぶね。目のいから始まる単語。目のいないです。でもこれ入れ替えたら言葉になりますよ。確かに。これ俺も俺が気づかないけどね。そうですね。説明できたら勝ちですこれは。一つだけありますね。そうですね。勝ち筋がありますね。お、イメノ。イメノ。はい。さあ意味は何でしょうか。イメノさん。え？はい、食え。はい、全部食え。イメノさん。イメノさん。いた同級生に。いました多分。今見てる YouTube。見てますイメノさん。イメノ見てる。出席番号何番ですか。出席番号。二。ああ、はい、でもイメノっぽいな。青木の次。具体的。具体的やな。女の子。女の子。イメノ。イメノ司。うわあいる。可愛い。可愛い子だね。可愛いですね。そうですよ。もうどうですか。一本もらおうか。何じゃあ。イメノツカさんやつ。イメノツカさん。ライトさんだと何にしますか。俺だったらこれメイノにした。ああ俺もそうだよね。だよね。メイノ。これメイノじゃない。あそう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 。めちゃめちゃ嬉しそうだ。じゃあそうです。やばくもいっぱい食べましょう。ありがとうございます。おこれで三本。いや何とか乗り切るか。アイスと組み合わせたらさ、はい、声ってことですか。声、アイスこれでみんなね痛み分けいきましょうか。1本おい素晴らしい。兄からバトンを受け取った。高橋したよ。あとはこれ本当に1本きついね。うんめっちゃきついですよね。なんかめっちみちいい本当に。うんすごい。おおいった素晴らしい。ラスト一口。はい満足。いった。ありがとう。みんなありがとうございます。これ見えてきたね。見えてきた。残り2周行きましょう。行きましょう。内藤から。はい。この内藤にみだね。うん。もう選んでていい？いいっすよ。はい。ツ、ツナ。で、ああ出てるもんね。まあそっかツナ。つくね。つくね。ああいいね。ツ、つぶ組。ああ。ああついんだ。どうだ？でもグミ大好きではありますよね。俺はじゃあ狙ってるのがあって。はい。イ。いいね。イカそうめん。うん、いいね。お刺身のイ、なんでしょう。いちごサンド。おお。炭水化物か、甘いよね。ついじゃこれは。渋谷うらら行ってくお願いしていいですか。お、うん。せ、うどん。贅沢なチーズたら。うん、でかいか。おつまみ的チータラか。チータラ。サイズによる。ああ、サイズによりますね。でかいのあるな、たまに。結構でかいっすよね。ただ、めっちゃこれ意外に高級というか。そうですね。贅沢なってついてますよね。そうそうそう。だから少ない量のやつが。ああ、確かにお願いします。わかんない。わかんないね。ありがとうございます。歯残ったんで僕じゃあ買いきましょうか。お願いします。いきます。はい。はい。釜揚げしらすそば。おお。そば。おお、でもでかめじゃん。でかめ。でかいよこれは。ちょっと見てみます。うん。ちょっとでかい。なるほど。ああ、よかったよかった。いいの言ってくれた。食べましょう。はい。よし。はい、こちらミートボールでーす。これね結構やばいんですよ。粒グミ、グミ大好きだからよかったこれ。確かに確かに。これいちごサンドですね。わ、意外と軽い。持ってみると、うん、私はチーズタラ。あ、いいじゃん。高級ちっちゃかったっすね。高級だった。そして釜揚げしらすそば。うわーでかいね。でかいやつ。これを食いってくれ。これはよかった。でもいやよかった。いただきます。いただきます。いやでもあと最終ラウンド行ったらもうクリアだからね。ここ入っとんな。よし、20は入ってます。うわーやばい。あとこれチーズにこだわってるっぽくて、うん、濃厚なんですよ。わあ逆にきついやつや、ね、高級パターンね。いただきます。釜揚げしらすそば。うわうわ、ここに来てその一口でかっ。うん、いや夏食いたい。これめっちゃ美味しい。ええー、ほんとに、うん、あとちょっとだ。画面から出そうですね。もうすぐだよ、もうすぐだよ。結局さっきゲームセンターやってなかったからさ、つぶずみゲームセンターってやりたいでしょ、ちょっと。ぜひぜひ。3粒かけます。はい、じゃあここに今5枚あります。はい。夢のよく、これ俺ルーレットでダーってやるんでストップって言ってください。はい。でこれ1枚なくしたら、それで言葉ができたら5いきましょう。おお、5かける5でいいですよ。じゃあスタートとストップ言ってください。スタート。トゥルル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 
バカであるわ、こっちが。お、奥行った？あ、僕完食です。おー、行った、すごい。はい、俺も行きました、ミートボール。おー、ミートボール行った、すごい。粒組。お、はい、行きました。全クリ行ける。いちごさんのラスト一口。はい、はい、素晴らしい。よし、行った。全員で最終戦行った。おはようございます。さあ、残り5枚目行くのよ。はい、いやー、せーので、ちょっと指差しでいきます。あ、そうですね。これ、きっちり分かれると思うんで。いやー、マジでちょっと怖いね。せーの。おー、すごいな。どうですか、のり弁怖かった。確かに、確かに。じゃあ俺、弁にするわ。じゃあ俺、空にしましょうか。あ、どっちもいいよ。どっちも。でもなんか直感で。タイが上か下か。下で。下で。のまあ、行きますか、最後。いやいや、誰から開けます。じゃあ、内藤から行きます。じゃあ、もう行きますよ、パッと、はい、せーの、パン。明太クリームチーズ。おぉ。え、何、パスタ。パスタだ。マジで。いや、あれの可能性ないですか。おにぎり。あー、おにぎり。でも、クリームチーズでしょ。あー、わかんない、ちょっと怖いわ。なんですかね。やばい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 。いいですか。はい。の、の、のり弁以外。頼む。飲むヨーグルト。おー、やった。やみー。あー、これはいい。これじゃあ行きます。はい。雪見大福来い。ゆ、はい。ゆる卵。おお、いいじゃん。一番いい。楽ちん。一番楽だ。よ、欲張りやめて。どうぞ。ヨーグルト。おお。ヨーグルト。ああ、駄菓子の。さあ、そして渋谷さん。く。く。行きます。最後。よいしょ。クリームわらび。いいよ。おお。クリームわらび。ああ、ちっちゃいやつだよね。ああ、いいかもいいかも。いけそう、みんな。いけそう。よし。じゃあちょっと準備しますか。はい。はい。一旦内藤以外の配りまして、これいいよ。クリームわらび。うん。ちっちゃい。いいね。そしてケーキ。あ、そのタイプね。めちゃくちゃきついっすわ。思ってたのと違った。きついね。あ、グミじゃん、でも。グミ。グミ。あ、グミか。まだ。グミの方がいい。ラムネよりいいんじゃん。あ、そうなんですか。そして一番今いけるやつです。うわあ。マジで助かった。そしてゆで卵くん。誰がゆで卵くん。あれ、筋肉マンのさ。筋肉マン書いてるかい。二世まで書いてるか。筋肉マン二世まで。最後それがオック。いや、違いますよ。これオックです。オックです。似てるってなる。似てます。ゆで卵。いいね。よくないです全然。さあ、そして内藤の頼む、マジで。じゃあ目つぶって手出してもらっていいですか。デカの方ありますか。いや、これぐらいにしといた方がいい。もうちょっと両手離した方がいいかもしれない。はい。デカ時期。マネージャーさん、ちょっと重いっす。え？パスタはやだ、パスタはやだ、パスタはやだ、パスタはやだ。これだと。よし。これ前なんか食べましたよね。食べたおむすびで。ああ、よかった。そう、おむすび企画で食べたんだ。そうか。じゃあ食べ進めますか。はい。いや、今までこれだと思ってなかった。いや、確かに思ったかった。無理だと思いました。ね、無理だと思った。いや、ちょうどお腹いっぱいですね、もう。ああ、意外と食べやすいヨーグルト。わあ、でもそのタイプ初めて見ましたね。うん、一口。うん、わあ、奥も走り切ったね。すごい。渋谷帰った。置いて置いて、これだけ残して、それだけ残して、粒組を出してきました。ちょっとやめてくださいよ。ちょっとすごい、すごい。うわー、うまそう。そんなの詰まってるね。詰まってる。うん、うまいわ。なんでそんなことありますね。いっぱい、もうごまが。うん、払ってあげてよ。こっち取って。もう待てちゃん。ロンリーむちゃくちゃじゃん。ただ、ケイ君の服にもちょっとなんかついてるかもしれないですね。あ、これだ。うん。おう。うん。おう。ここ。かわいこちゃん。こっちの方がいいよ。こっちの方がいいよ。あの、出張さんっていうのが、実はね、これついてる方がきついですよ。はい、ホロワンが、ホロワン海外。はい、わらび餅完食でーす。よっしゃー、ヨーグレット完食。すごい、マジすげえ。そして、残る二人。はい、せーの、完食。完食。よっしゃー、セブン50秒クリアです。やったー。素晴らしい。いや、
長旅だった合計多分3時間ぐらい行き着いたんじゃないかなと思います。すごい。ちょっとね、高評価ぜひお願いします。1万行ったらまた他のコンビニとか、あとスーパー、コストコとかね、うわ、いろんなとこでご自由を制覇したいんで、はい、ぜひ高評価、それからチャンネル登録よろしくお願いします。スーパーコインター